おはようございます。ケンです。今朝もテスラ関連の記事を紹介したいと思います。今朝のラインナップです。イーロンマスク、テスラ上海工場の不当なボーナスカット報道を調査することを誓う。テスラ業績予測、テスラ株の投資家が4月19日に期待できること。テスラ株、決算前にベアノートにやられる。こちらの記事を紹介していきたいと思います。今回紹介する記事の URL は概要欄に記載しています。僕のこの YouTube では、テスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなど、テスラを応援し、テスラのある生活について発信しています。テスラ、EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。まず現在のテスラの株価のチェックからしていきたいと思います。現在は 184.99 ドルとなっておりまして、もうほとんど今株価が動いていない状況ですね。これは多分明日の決算発表に向けて今はどっちつかずの状態なんだと思います。明日の決算発表後にこの今全然動いていない株価がどのように動くのか、ここがやはりポイントだと思いますし、今日2つの株価予想の記事を紹介しますので、テスラ株をされている方は参考にされてみてください。ではまず最初に、イーロンマスク、テスラ上海工場の不当なボーナスカット報道を調査することを誓う、こちらの記事を紹介したいと思います。テスラ CEO のイーロンマスク氏は、同社の上海工場で働く従業員の業績関連給与が不当に削除されたという主張を調査することを約束しました。まずこちらなんですけれど、どんなことが起きたのか、昨日の YouTube でも紹介していますので、そちらも合わせてご覧になってもらいたいんですけれども、テスラの主要な輸出拠点となっている同工場の従業員は、2月に同工場で発生した死亡事故を保証する必要があるとして、毎月のボーナスが最近削除されたということに対しての不満を従業員がソーシャルメディア上で表明しました。中国のプラットフォームズーフーのユーザーは、削減額が月2000元291ドルを超え、多くの労働者にとって重要な額であると主張しました。一部の従業員は、中国の厳しいインターネット規制をかいくぐって、ツイッターでマスク氏に介入を要請しました。イーロン・マスク氏は、この問題について警告を受け、調べるつもりだと回答しました。はい、ということで、こちらは昨日の YouTube でも紹介しましたけれども、イーロン・マスクさんが調べてくれるということなので、いい方向に解決してもらえたらと思います。では続きまして、テスラ業績予測、テスラ株の投資家が4月19日に期待できること、こちらの記事を紹介したいと思います。テスラは4月19日に2022年第一四半期決算を発表する予定で、アナリストや投資家は進展の兆しを注視しています。株価はここ数週間ボラティリティを経験しており、この決算報告でEV セクター全体の調子が決まる可能性があります。ウォール街の予想では、1株あたりの利益は 0.86 ドル、報告された売上高は235億9000万ドルで、昨年と比較して EPS は 20% 減少するものの、売上高は 26% 増加することを示しています。ゴールドマンサックス証券、ウェドブッシュ証券、モルガンスタンレー証券などのアナリストは、コスト構造とクリーンモビリティソリューションにおけるテスラの主導的立場から、テスラの長期的な成長見通しについて引き続き肯定的に見ていますということなんですけれども、僕個人的な意見を言わせてもらうと、個人的には株価は下がると思っています。どんなに好結果が出ても、利益率や目標納車台数が達成できるのかという懸念を出してくると思うんですね。その結果、僕は株価は下がると思ってます。
けどこれは一時的な下げじゃないかなと思ってます。下がったとしてもすぐに上がると思ってます。今月の頭に納車台数の発表がありましたが、その時と同じような動きをするんじゃないかなと思っています。なので、テスラ株、こちらはですね、下がったら買う、上がれば生還、今の状況はどちらに転ぶかわからないので、その場合は生還かなと思ってます。焦ることなく、下がったら下がったで買えばいいかなと思っているので、180ドル切ってきたらですね、買えばいいかなと思ってます。上がったら上がったで、ああ上がったんだなっていう感じで、別に上がった時に買う必要はないと思うので、上がったら上がったで生還でいいんじゃないかなと思ってます。はい、では最後にテスラ株、決算前にベアノートにやられる、こちらの記事を紹介したいと思います。テスラは19日に第一四半期決算を発表し、株価は 1.1% 安の 185.05 ドルとなっています。発表に先立ち、バークレイズはテスラの目標株価を275ドルから230ドルに、 BofA グローバルリサーチは225ドルから220ドルに引き下げました。前年同期比 44% 減にもかかわらず、カバーする26の証券会社のうち 57% がテスラを買い以上と評価しています。決算後の株価はまちまちですけれども、オプショントレーダーは決算後の株価変動を 8.4% と予想しており、過去2年間の平均変動率 4.1% の2倍以上となっています。テスラの180日移動平均線は過去2回のブレイクアウトの試みを制限しているが、株価は1月の2年ぶりの安値から回復しています。ということですけれども、先ほども言いましたけれども、明日いよいよ報告です。この記事からも結構激しい動きになるかもしれません。落ち着いて、下がったら買う、上がったら生還、これでいいんじゃないかなと思っています。はい、ということで今日は上海工場のボーナスの記事、テスラの業績予想、ベアノートにやられる、これらの記事を紹介しました。いよいよ明日決算発表です。どうなるのか、明日の今頃には結果も出ていると思いますので、明日の YouTube で報告をしていきたいと思っています。はい、このような感じで僕のこの YouTube ではテスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなど、テスラを応援し、テスラのある生活について発信しています。テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。また今回の動画も参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。今回の内容に関してはブログの方にもアップしています。ブログの URL は概要欄に記載しています。では最後までご視聴いただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。まず LINE のオープンチャットを使ってテスラの将来や未来の最新技術に関する情報交換するグループを作りました。参加費は無料です。テスラ株や株価全体のことも情報交換として行っています。そういったことに興味がある方はぜひ一緒に情報交換していきましょう。参加方法ですけれども、画面に表示している通りです。まず概要欄に記載していますが、僕の公式 LINE に登録してもらい、僕に何かしらチャットを送ってください。そうすることで僕の方が返信できるようになります。その返信でオープンチャットのリンクを送らせてもらっています。今週ですが、 Twitter のスペースは本日と金曜日の朝7時30分から行う予定です。今日 Twitter のスペースを行いますけれども、参加者と今後の業績予想とかですね、そういったことについても話してみたいと思っていますし、やはりこれから AI とか Web3、 そういったこともどんどん広がっていくと思うので、そういったことについても一緒に情報交換っていうのができたらいいかなと今日は思っています。はい、では水曜日です。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。